ビッグライブ2008ライブインウクライナはイギリスのロックバンドクイーンポール・ロジャースの2枚組のライブアルバムロック・ザ・コスモスツアー中の2008年9月12日ハルキウの自由広場で収録された発売日はイギリスが2009年6月15日日本が2009年7月1日ライブツアーが始まる数週間前にバンドは ウクライナのアンチエイズファンデーションからウクライナの若者たちに向けてエイズで人生を台無しにするなというメッセージを広めることに協力してもらえないかという話を持ちかけられた。そしてライブ会場はハルキウの歴史ある自由広場だった。バンドメンバーやクルーはこう受け取った。みんなで急速かつ迅速に取り組まなければならない。しかし人生では素晴らしく、そして価値あるものは 大体少しばかりの危険性を伴う。と ?35 万人を超えるウクライナの人々がコンサートを見に、また1000万世帯以上はテレビで中継を見た。つまり、合計で2000万人を超える多くの人々が協力したイベントとなったのだ。そしてこのイベントをバンドはこう呼んだ。一生忘れることのできない体験だ。こういったことは一回の人生に何度もあることではない。 音楽での一つの集まり、しかしそれは、すべての人の敵と戦うために一致団結した時でも、あった。カーキブ、エスフリーダムスクエアワンビジョン対ユアマザーダウン、ザショー、マストコーンハットボトムドガールズ、アナザーワンバイツザダストハマーツーフォール、アイウォントイットオールアイウォントゥブレイクフリー、シーガルラブオブマイライフ39、ドラムソロアイアイムインラブウィズマイカーセイ、 It's not true shooting star bat company. Guitar solo visual last horizon crazy. Little sing cold love sherebratifiel. Like marking love bohemian rhapsody. Cosmos rocking all right now we will rock you.We are the champions.God save the queen. ありがとうございます。